はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日はね、ちょっとの怖いね、お肉のお話やったんですけどもね、お肉というのはですね、飽和脂肪酸や、ね、コレステロールの含有量がね多くてね、食べ過ぎると血液中の悪玉コレステロールをね増やしてしまって、動脈硬化をね進行させてしまってね、心筋梗塞とか脳卒中のリスクをね高めてしまいますのでね、お肉もお魚もね、偏りなくね食べてほしいということなんですけども、そうなってしまうと、これまたね合わせて言われるのがね、糖尿病ですよね。まあ一度ね、糖尿病予備軍だぞとね言われてしまった僕としてはですね、糖尿病というのはね、ほんまにね避けたい病気でして、これがね、その食生活で生活習慣か、生活習慣で改善できると言われてますのでね、僕を襲った白血病のようにね、自力で治せない病気ではありませんので、なんとしてでもこのままね、避けて通り抜いていきたいところでございます。まあ、僕の場合はね、そのステロイド糖尿病というのに、ね、分類されてるんですけどもね、飲んでる薬の関係でね、血液検査の数値がねガーンと上がりやすくなってしまうもので、普通の人は生活習慣の乱れでね、糖尿病になってしまいますが、その乱れた生活習慣っていうのを改善すれば、糖尿病を改善する第一歩になるとも言われています。そんな糖尿病というとですね、つい最近の動画でもね、お伝えしましたけども、食事制限が大変な病気というね、印象を持っている方がね、多いかもしれません。僕もそうでしたけどもね、というか今もそうなんですけども、一度ね、糖尿病とね、診断された患者さんではですね、好きなものが食べれなくなってしまうというね、肩をグッとね、落とす人もね、います。しかしね、この実際のところというのはですね、糖尿病やからといって、食べてはいけない食品というのはありません。もちろんね、糖尿病が進行してしまってね、合併症の一つであるね、糖尿病腎症というのをね発症してしまうとですね、お肉や魚、大豆加工食品といったね、高タンパク質の食品は摂取量がね、ちょっと制限されてしまいますけどもね、それでも高タンパク質のね食品は食べてはいけないよというのではありません。量はねちょっと少なめになりますけどもね、焼肉もねちゃんとね食べれるんですよ。ほんでね、糖尿病患者さんにね求められる食事っていうのはね、様々な食品をバランスよく食べるということなんです。肉に偏ってしまう、甘いものを食べ過ぎてしまう、一食にね、もう大半のね、そのご飯やね、その麺類などのね、の糖質っていうのをですね、ガーって占めてしまっているなどはね、避けなければなりません。理想としましてはですね、主食、ご飯や麺類ね、するとね、肉または魚が、一品ずつじゃなくて一品、どれか一品ね。で、野菜、キノコ、海藻類、大豆加工食品、大豆食品の料理が、複数とね。そして1日のうち1、2回は卵料理やね、汁物をしっかり食べるということなんです。もしね、牛丼が食べたいってなったらですね、丼ではなくてですね、お茶碗にね、軽くね、一膳にしてみて、牛肉の他にですね、ほうれん草のおひたしとかね、わかめのね、酢の物とかね、ひじきと大豆の煮物かとかね、あと冷ややっことかね、あと野菜たっぷりの、お味噌汁などをね、プラスしましょう。だから某チェーン店の牛丼屋さんって何軒かあるじゃないですか。そこに行ったら、サイドメニューでね、それらがあると思うんですよ。だからそんなんを一緒に食べると、いいかなと思います。でもしかしね、その自炊をしない人で理想的な献立をね、パパッとこう考えるのはね、難しいかもしれません。それならなおさらね、その主食だけでお腹いっぱいにしないおかずに、肉系または魚系の料理を一品とかね。ほんで肉系、魚系以外の、料理を1、2、3品ぐらいか。っていうように考えればいいと思います。僕も最近まではね、このパターンやったんですけどもね、退院してからというのはね、まだ仕事も行けてませんのでね、リハビリとして、家事全般をやるようになってからですね、もちろん料理もするようになったのでね、今ではクックパッドを見ればね、何でも作れるようになりました。話を戻しますね。そんな糖尿病をきっかけにですね、考えてほしいことがあるんですけども、というか、ならないようにしていただければいいだけなんですけども、ある糖尿病患者さんがいてるんですけどもね、その人っていうのはね、好きな漫画に出てきたね、献立法をね、参考にしていました。具体的にはですね、一汁三菜のね、献立の時にはですね、少なくとも2品はノンオイルにして、夜8時以降に、夕食っていうのを食べるときは、白ご飯を食べないと。で、おかずは甘じょっぱい、しょっぱい、酸っぱいのバランスをとって、
って、しっかりねどこかに緑黄色野菜を入れるといった感じなんです。で少なくとも2品はノンオイルというのはですね、一汁三菜で味噌汁とおひたしを食べるというするとですね、あとまあ2品ぐらいはですねハンバーグとかマヨネーズを使った料理とかいうのでもね OK ということなんです。でメインがもし焼き魚でしたらね、副菜に1品っていうのはね冷ややっこやねおひたしのノンオイル料理 で残りは野菜炒めやねその油で炒めて作る豚汁などをしてねというようなね様々な方法です。まあこの方法はですね、あの夕食の時にもね役立つ方法でね、厳密でなくてもいいみたいなんですよ。まあ少なくともね2品はノンオイルっていうのをねあの頭の片隅に置いとけばですね、まあ例えばかき揚げの乗ったお蕎麦とねカレーの組み合わせはまずいなってなるでしょうし、あのパスタにもねそのドレッシングたっぷりの野菜とかではね、どちらものオイルオイルやからね、せめてサラダはドレッシングやめとこうかなとなると思います。まあ僕たち人間というのはですね、生きてる限りね食べる行為とね縁を断ち切ることはできません。まあ好きな食べ物、好きな味付け、好きな献立というのはですね、その人たちがまあ長年ねこう積み上げてきたものでできています。なのでね糖尿病をきっかけにね考えてほしいところはですね、あの自分が好きなものや好きな味付け、好きな献立っていうのは本当に体が求めているものなんだろうかというところなんですよ。あのとにかくねそのこってり脂っこい料理が大好きでね、お腹が空いたらスナック菓子をとりあえず一袋食べてしまう人っていうのがね、あの糖尿病を発症してしまって栄養士さんからね、食事指導を受ける中でですね、なんで今まで無意識にこうスナック菓子を食事代わりに食べていたんだろうか、そういえばいつも揚げ物入りの弁当ばっかり選んでたなとね気づいてね、あの食事内容をガラッと変えた途端にですね、便秘や吹き出物やね頭皮やねお顔のですねあの皮脂のベタつきっていうのがね改善されたケースも少なくありません。でこれはねきっと体が求めてる食事をちゃんとできた結果と言えるでしょう。あの僕のようなね基礎疾患があって免疫抑制剤を飲み続けていてステロイドが糖尿病となるような人以外でね、その普通の人がね生活習慣になってしまう糖尿病というのはですね、好きなものを食べられなくなる病気ではなくて食の意識の改革ができる病気なんです。まあね、長い健康寿命をね手に入れるためにですね、まあ、スタート地点に立ったとも言えますのでね、ぜひね長続きできるものでね無理なく実践していってください。まあねこんな話をしていると皆さんがねあの糖尿病になってしまっているというふうにね決めつけてしまってますけどね、そうじゃないんですよ。糖尿病以外の人でもあの糖尿病をね、改善じゃないわ、あの回避できるね方法なのでね、ぜひ皆さんもね実践していってみてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。